ートレース玉川第55回報知新聞社賞静波祭り杯5日間開催の最終日、最終12レース優勝戦を迎えました。今回の優勝戦は三重のトリオ対岡山広島山陽勢3人衆の戦いということになっていきます。コース争いはありません。スタート1分前、高枠1号艇東本勝利です。過去玉川で6度の優勝は3枠と4枠ばかり、当地での初ファイナル1号艇ポールポジションです。2号艇山本圭志郎です。2年前の小島でデビュー初優勝、2度目の美酒を味わえることができるでしょうか。3号艇井口義則、今年は完全復活の1年へのろしを上げる優勝あるのみです。そして4号艇坂口めぐる、昨日は三重の1977年生まれコンビワンツー、玉川3連続優勝で当地連続 V かかっています。5コース5号艇イルミ K、昨年女の子のパパになりました。おむつ代とミルク代は俺に任せとけ。1番外6号艇山本周一、準優は86機同期ワンツー完成、今日は自分がワンのワンツーフィニッシュ再現狙っていきます。枠なり3対3、人気は1番東本から3番井口へ、123ダッシュ456、優勝戦いくよ。スタートを切りました。3号艇井口、好スタートを決めていきました。さあ覗いています。そこから仕掛けていく3号艇の井口が内に手を叩いていってまくっていって、2段のまくり5号艇のイルミですが、3号艇井口がトップターン、スタートは前提正常でした。井口を追って5号艇のイルミが2番手、3番手はインコースから6号艇山本周一、その外ピタッと4号艇坂口マーク、あとは1号艇2号艇追走となっています。2マークは3号艇の井口から潜り込む6号艇ですが、スピードターンで5号艇のイルミ系、イルミがかわしていくでしょうか。2番手のところ膨らみながらも5号艇イルミがリード、そして3番手は6号艇山本周一、上位体系は3番5番6番で2周回目、その後ろ4号艇坂内、1号艇東本、2号艇山本圭志郎です。2周1マーク、トップ3号艇井口義則、続いて6号艇が行きますが、船が向いて5号艇のイルミ系がさばいていきます。岡山両者の準優勝争いになっていますが、現在は5号艇イルミが一定進リード、しかし6号艇山本周一もまだまだ2番手圏内に位置しています。2周2マーク、先頭は3号艇井口義則、続いて5号艇のイルミ系に対して握り込んでいく6号艇の山本周一ですが、5号艇のイルミしっかりと2番手を守っています。上位体系は3番5番6番でいよいよファイナルラップへと入っていきます。3コーストップスタートから内に手叩いてのまくりになりました。3号艇井口義則、3周1マークを先頭で回ります。続いて準優勝争い、5号艇のイルミの内を狙う6号艇山本周一、さあ山本周一の差しどうでしょうか。5号艇若干膨らんだんですが、それでも2番手守っています。それでもワンチャンあるか。6号艇の山本周一、定間は2停進ぐらい、ラストコーナーです。先頭3号艇井口義則、玉川は3回目、そして通算82回目の優勝となります。そして2番手は5号艇のイルミ系、その内を狙う6号艇山本周一ですが、2番手はわずかに5号艇イルミなんでしょうか。まもなくゴールを迎えます。先頭3番井口、優勝おめでとう。ゴリ準優勝は5番のイルミ、3着6番山本周一、その後ろ1番の東本、4番の坂口、2番の山本圭志郎とゴリ。